はい、どうも三月でございます。手術を終えまして、しばらく経ちましてですね、病院内スタジオからお届けしております。いや今回ですね、長い、手術を終えましてですね、で、まあ、前回手術の直後に、ライブさせてもらったんですけども、今ですねこういう感じで固定がしてありまして、で、まあ、T シャツでこうやって動けるぐらいの状態にはなっております。ちょっとね、武将なヒゲが生えたりしてね、まあ、これからどうなることやらという感じですね。でも今回僕が手術したのは首ですね。首の、ね、裏側をウィーンと切って骨をですね削って、そこにまあプレートをパチパチパチとこう3つ当てて、僕がずっと悩まされてたその手のしびれとかですね、体のしびれがだいぶ収まるかもしれないという感じなんですけれども、今ですね反動で今この指とかですね、すごいこうしびれがね来ております。まあこれもですねおいおいうまく落ち着いたらなというふうには思っております。しばらくはですね自転車とか乗れないんですけれども、まあ、こうしてですね動画で皆さんに今の近況とかですね報告できたらなというふうに思っております。でうちのメンバーの、ね、方々もねちょいちょい顔出してくれてありがとうございます。固定をするときにねここにこめかみにね 穴を開けたんですよね。こうガチッガチッってこう首が動かないようにこう固定するんですけども、そのねこの跡地がこう見えますか、このこことかですね、これがねまあ痛くてですね、まだしばらくちょっとそういうところで、参加者の現状こんな感じでございます。皆さんね健康は大事なんでね、ぜひぜひ気をつけてやってくださいというところで、本日の358でございました。それではいやねこれね手がしびれてるんですけどね。